皆さんこんにちは、シャンサカのリーダー、テルシャンです。今回はね、DLC と DLC の間に来る大型パッチ、ミッドシーズンのリインフォースメントっていうのがね、発表されましたんで、それについての説明をしていきたいと思います。まず一つ目、カプカンについての調整ですね。カプカンのガジェットが、今まで一撃で死ぬっていう、その、カプカンのトラップが、60ダメージになりました。で、その代わりに、トラップを5個持てるようになりました。で、なおかつ、カプカンの足が2になりましたね。スピード2になりましたね。で、この調整はどういったものかっていうと、現在のプレイヤーのスキルレベルに合わせて、まあ、トラップなんて、まあ、見つけて壊しちゃうじゃないですか。それに合わせた調整だということが書いてありますね。現在の環境にカプカンを適用させてよって。これによって、他の防衛側の、オペレーターと、新しいトラップとトラップを掛け合わせて、なんか新しい戦術を考えてほしいみたいな。我々はそういうのを望んでいるよってことが書いてあります。はい。次はブリッツです。ブリッツはね、俺は、配信とか動画で結構言ってたんですけど、やっときましたね。ブリッツが走れるようになりますね。盾を構えたまま。ブリッツの最大の強みっていうのは、敵との、防衛側との距離を詰めてフラッシュを当てるっていうことなんですが、ブリッツの足がいかんせん遅いし、なおかつ走ってる時とかに弱すぎると。ということで、それを直すために、盾を構えたまま走れるようにしたみたいなね、ことが書いてあります。これによってね、まあ、なんていうんですかね、大会とかの e スポーツシーンだったりとか、ランクとかで、今までは戦術的にモンターニュはピックされる余地があったみたいなところを、ブリッツもピックされる余地があるみたいなね、まあ、ピック率が増えるといいですね。これもすごい僕嬉しいです。はい、次。次はですね、エラのナーフが来ましたね。はい、これもまあ、何度も僕も言ってましたけど、まあ、エラ強すぎるっていう。現在、エラのピック率が高い。あと、エラの勝率が高すぎる。多分ね、以前勝率高いって言われてたパーセントが出たんですよ。その時に確か 60% 超えてたんで、まあ、そういうことなんじゃないですかね。勝率が高すぎるってことで、まあ、エラのグズモッドマインを、今4つ持てるじゃないですか。で、4つ持てるってことは、A ボム、B ボムに1個ずつ置いて、自分のローミングのために2個自由に使えたっていう、その状況が開発者側としては好ましくないんで、3つに減らしましたよって。3つに減らして、もっと考えて、より慎重にガジェットを使ってほしい、みたいなことが書いてありますね。で、スコーピオンエボ、こいつが強すぎるってことで、リコイルの最大値に行くまでのスピードを上げて、なおかつリコイルも増やしたよって。で、これによって、扱いの難しい SMG となったよってことが書いてあります。これが、現在とか次来るパッチでのエラのナーフになりますね。まあ、もう一回ぐらい俺ナーフされるんじゃないかと思うんですけどね。強すぎるんで。で、イエーガーのエリートスキンが出るよって。こちらもリーク情報出てましたけどね。まあ、僕しょうもないんで動画にしなかったんですけど。まあ、リーク通りでした。で、これがね、まあ、今回一番嬉しいんですけど、まあ、毎回入ってる、ネットワークの、その遅延の改善ですね。まあ、今回のシーズン来てから結構、ラギーなーって俺もずっと言ってたんで、まあ、改善してくれて嬉しいって感じですね。はい、これについては。で、まあ、普通にピンとか、レイテンシーとかの改善をするよみたいなことが書いてあって、まあ、新しいアイコンが増えるよっていう、ピング、コネクション、アップデートレート、ホスト。これの、アイコンが画面の右上に表示されるようになるよって書いてありますね。で、他は細かいバグ、細かくねえバグがあるわ。キャッスルのグリッチあったじゃないですか。あれめちゃくちゃ動画にしてくれって問い合わせが俺のところに来たんですけど、まあ、いい対処法とかが思いつかなかったんで動画にしなかったんですけど、まあ、あれのキャッスルの、キャッスルを貼る、アーマーパネルを貼る、アニメーションをキャンセルすることによって、プレイヤー全員、そこの、なんていうんですか、試合中のプレイヤー全員の FPS をガックガクに下げるっていうグリッチがあったんですけど、それが治りました。すごい、意外と対応早かったですね。これはすごいありがたいです。僕もね、1、2回カジュアルとかランクでやられたんですけど、やばかったですね。もうそれも俺動画お蔵入りにしたんですよ。やばすぎたんで。てな感じですね、今回は。
まとめますと、今回のミッドシーズン、リンフォースメントは、カプカンの足が2になって、カプカンのガジェットが60ダメージに変わり、カプカンのガジェットが5個持てるようになります。ブリッツが走れる、盾を構えたまま走れるようになり、敵との距離、ブリッツの最大の欠点を補うことができるようになりました。で、エラがナーフされて、エラのスコーピオンエモのリコイル反動が上がり、エラーのグゾーとマインが4つから3つになりました。ってな感じですね、今回のパッチについては。はい、今回の動画が良かったなと思ったら高評価と、チャンネル登録、あとまあ何でもいいんでコメントもよろしくお願いします。まあコメントみんなのなんか考えとかね、こうして欲しかったなみたいなのも全然書いていいんで、よろしくお願いしたいと思います。この後はまあいつも通り尺が足んないんで、まあカジュアルかなんかの動画をくっつけておくんで、よかったら最後まで見てください。バイバーイ。一応 PC 届いたん？一応もう普通に、あれ、ガチランク勢やで。ガチランク勢なの？もうガチランク勢やで、一応。受ける。ランク行ったことないな。一回ぐらいあるかな。多分俺より全然ランク行ってるよ、多分。クラマス変えようか？ホームで。クラマス一応。一応にしようか？ディフューザー確保。今回の目的は爆弾の。ディフューザーを失った。カメラどこ？あ、こっちだった。すごいやん、プラチナなの。弾が尽きた。あー、速攻速攻。トリンジャーしてやれる。ナイス。敵部隊を排除した。ハマさん、どこ補強したら強いですか？ここ、ガイスどこいる？マリンさん。え？あ、わかんない。補強わかんない、俺。俺にセオリーとか聞いたらダメ。いやこの人2015年からやってるんだよな。ちゃんとベータテストとかやってるんだよ。もういいよ、適当でいいよ。誰も来ないから。ワンカット、テルミットだな。コンタカット来ないじゃん。あ、敵部隊を排除、ミッション成功。ユーザーが移動してきます。ヘイ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 。シルさん、俺とやろうって言ったのに。いや、ホックさんとやると取れたかなくなるから。取れたかなくなるから。俺とやろうって言ったのに。ドローンを使って爆弾を落とせ。社交辞令だよ。社交辞令だよ。一番強いだけ。社交辞令だよ、気づいてくれよ。たくめんどくせえ女だぜ。嘘嘘じゃやろ。あと1本で終わるから。でもマミさんもいるでしょ。マミさんやりますって言ったら疲れちゃったから休憩っつって。じゃあマミさんときっと俺のことが嫌いなんやで。一回できてない。ああ、そうかもしれませんね。うん、俺があの、カキタルのカキタルとか言ってたから。本当に。最低だわ、この人。あれ、マンさんってあれでしょ、カキタルのカキタルでしょとか言ってたから、きっと。嫌われてしまったんや。これだから、あ、じゃあスクエルしたい。今、久しぶりの。ハムさん一見からもうバンバン行こう。俺の後ろついてきて、ハムさん。おらんな。おらん。ないない。はいはいはい。ガレージガレージ。そらそらいるわそこは。そらいるわ。待って、ビデオは撮ってるから。ちょっと変身。あ、コントさんいらっしゃい。ドリームの状態戻った。じゃあ、あと、ハチコーなぁ。何よ。いや、サチコって言われたらどうしてもね、7のサチコが出てきちゃうからな。へぇ、あんたも7って言うんだ。あ、これ7だったわ。そっちサチコじゃなかったわ。サチコは、妄想の
妄想の子。違う違う、あの浮気相手だ、浮気相手だ。あの、バイト先のあれだ。そう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 、バイト先の。バイト先のあれだ。まだあの終電間近のビニール履いてくる。ビニール履いてくる、クソ。あの女。あの女、あの女マジムカつく。マジムカつく。もう、思い出したらすごいムカついて。目からビーム出せんのはね、俺じゃねえ。あぶねえ、あぶねえ。15センチの弊害出たぞ今。振り向けなかった。振り向けなかった。ADS しながらあのエイムできねえの。カット。割り役いないな、でもこれ。割ってこない。テルミット俺殺したの。あ、オッケー。ここ割る。あ、いた。あ、そう。やめ。あ、ダメだ。やれなかった。カット。マガジンを変える。あ、やられた。なんだこれ、キッチン階段。残り一人だ。はい、大丈夫。あ、ベッドに。あ、ナイス。いいじゃん。爆弾が敵部隊に発見された。敵オペレーターが来た。あと下やな。ちょっと、マリアマさんが死んだとこやな。ガレージは今いない。見えるとか。大丈夫、分かってる。全部分かってる。ベッドない。あと15秒。ナイス。ナイス。敵部隊を排除。ミッション成功だ。殺せな、この銃。